皆さん、コージライフ楽しんでますか？今日はですね、私のね、朝のコージライフをお伝えしたいと思います。はい、べっぴんぎね、べっぴん大使、鈴木ひろみです。今日もさやちゃんとやっていこうと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずね、ひろみさんとってもお忙しいと思うんですけれども、その中でも、腸活とかコージライフというところで取り入れられている習慣を今日はお伺いしたいです。今日は、はい、みんな興味あるかわかんないけど、はい、やっていこうと思います。こちらのべっぴんきんチャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。今日はですね、私の朝の麹ルーティーンということでね、お話ししていこうと思うんですけれども、こちらのチャンネルはね、麹にまつわるいろんなお話をしてますので、ぜひよかったらいろいろ他の動画も見ていただければと思います。麹はですね、日本の国菌である麹菌からねできておりまして、麹は日本のね調味料であるお醤油もお味噌もみりんもお酢もお酒も全部麹からできております。もう麹をなくしてね、日本の食文化はなかったと言っても過言ではないぐらい、私たち日本人にとってね、本当に麹菌たち、麹たちはね、本当にめちゃくちゃ大切な役割を担ってきてくださっているんですけれども、今ではあんまり麹のねパワーを使った調味料とかが本当に少なくなってしまっていまして、私たちね、麹をですね、お家でね作るということをしてますね。その麹はめちゃくちゃ美味しくてね、元気にしてくれるという麹なんですけれどもね、それをねもっともっとたくさんの人に知っていただきたいなという思いでですね、こちらのねべっぴんきんチャンネルはやらせていただいておりますので、よかったらね他の動画も見て、麹すごいと思っていただけたら嬉しいなと思っております。こちらのね LINE 公式お友達になっていただきますと、今日から使える麹レシピ10選をプレゼントしてますので、よかったらレシピゲットしてですね、いろいろ作ってみていただけたら嬉しいです。朝ってとても忙しい時間であると思うんですけれども、はい、体の中ではどのようなことが起こっている時間になりますか？はい、そうですね、朝はですね、寝てる時ね、リラックス時はですね、交感神経というのが優位になっておりますけれども、朝日を浴びてね、おはようってすることによってですね、交感神経が優位になってですね、はい、元気に活動していけるような、ね、時間になります。なので朝の過ごし方ね、めちゃくちゃ大事ですね。はい、そんな大したことは私はねやれてないですけれども、はい、必ずやってることはねいくつかあります。朝起きて一番最初にやることは、舌磨きをしてから歯磨きをするというのをですね、毎朝の習慣としてやっております。そう、アイルベーダーのねお友達がですね、そ教えてくれて、そこから習慣として必ずやってますね。うん、それをしてから白湯もどきを飲む。相変わらず私はもどきです。ただ白湯ね、皆さんやってる方もいらっしゃると思うんで、ちゃんとやれる方はやってもらうといいと思うんですけど、一応白湯って火の力とお水と風の力全部入るのが白湯は大事と言われているので、朝からね火にかけるっていうのがまあ一応白湯の基本でございまして、まあ私はできることをやろうということでですね、はい、白湯もどきであるウォーターサーバーからお水とお湯をいい感じで、はい、入れてですね、まずは飲むっていうことをしてます。そうするとやっぱ腸が温まるのでいいよね。うん、それはやっぱりもちろん麹の生活をして体温上がったっていうのはあると思うんだけど、やっぱり毎日の朝のその白湯生活で腸が温まることによって体温が上がったっていうのもあるんじゃないかなと思っております、私。はい、うん、そうなんですね、うん、腸を温める効果もあるし、うん、動かす効果もあるっていうところですね、うんうん、はい、はい、その次は何をされてるんですか？その後はちょっとストレッチをしてからお弁当を作ったり、うん、ライブしたりしてますっていう感じですかね。どうしても毎日パソコンしたり肩が前に入る動作が多いじゃないですか、うん、どうしても、ね、だからこうなんかポールとかにこうやって寝るとかだけでもいいかなと思うんですけど、はい、で私肋骨を折ったじゃないですか。なんか肋骨を折って以来なんか肋骨をかばって寝る姿勢になって、横向きで寝ること結構多くなっちゃってるんですよね、はい、だからなんかこう仰向けであんま寝てない気がしてて、うん、だからこのポールに乗るとちょっと肩も開くし、うん、っていう感じで、うん、朝ねちょっとね、はい、胸を開くのをしてます、うん。でいろいろお弁当を作ったりライブとかされたりした後は、ご自身の朝食はどうされてますか？朝ごはんは基本的にお弁当を作った残りを食べますね、私は、うん、まあ、あとでも娘たちが今日の朝これを食べたいとか急遽おうどん食べたいみたいなことを言ったりすると、まあ、それは作るんですけど、私は基本はご飯と
お弁当の残りのなんかお肉だったりお魚だったりとかを食べる、あとお味噌汁を結構朝は必ず作ることが多いかな。そうですね、うん、じゃあ朝ごはんのメニューっていうのはおすすめはありますか？まあ、お味噌汁までね、めんどくさい方はお味噌汁じゃなくてもいいかなと思うんだけど、やっぱなんかスープはやっぱ基本的に私昔からスープ推しなんですよ。そう、キノコと海藻とタンパク質取れるからっていうのもあってっていうところなんですけど、なのでスープは多いかな。なんかスープあってご飯あったらさ、もういけるんじゃないかって気がしたい。なんか夜ご飯とかもね、いけるんじゃないかと思うから、まあ朝も朝ご飯の時にご飯を炊くことも私多くて、まあ朝頑張っとくと夜楽かなみたいなところもあります。朝ごはんはしっかり食べる派なんですね。朝ごはんは私は割と、まあ、これは本当に人によるので全然それぞれのお考えで良いと思うんですけど、私朝食べないとこうパワー出ないタイプなので、朝ごはんはしっかり食べます。朝は決まった時間にトイレに行くとかっていう習慣とかはありますか？特に決めてないけど、朝起きて白湯飲んでトイレ行きたくなるかな、みたいな感じの流れになっています。おっしゃっていただいた中、かなり腸活になるポイントだと思うので、ね、簡単に取り入れられることばかりかなと思うんですけども、なかなかこう最近運動っていうのが、テレワークも、だんだん解除される中ではあると思うんですけれども、そうよね、動かないわよね。そうですね、でもやっぱり朝の、まあ、お便りといいますか、自分の腸がどうなってるかなっていうバロメーターで言うと、便ですとか何か他にありますか？舌磨きするとベロベーって出すじゃん、でベロもちゃんとなんかその健康が分かるんだよね。そうなので、なんかベロの色だったりとか、あとこのベロのこの横に歯型がついてたりとかするとベロが腫れてたりとかするから、ちょっとお疲れかなとかみたいなのが分かったりとかするので、まあ、そういうののねチェックはね良いかなと思います。あと顔色とかもそうよね、確かにね。鏡は見るからね、朝ね、その舌磨きの時に見るし、そう歯ブラシして、まあ、顔洗ってって見るから、なんだかんだ見れますって感じはあるかもしれないんですけど、まあでもなんか歩くとかそういうところに関してね、ずっと動かないはなんか意識しないと絶対動かないじゃん。そう、だからやっぱり歩こうと思ってる、なるべく工事スタイルに自転車で行かないとか行っちゃうんだけど、決めないと歩けないと思うので、そう頑張って何かなるべく車で行かないとか電車で行くとか歩こうという意識はすごいしてる。まあでもそれをしても歩けない日もあるけど、でも意識しないよりは歩くよね。さやちゃんもね、いっぱい歩いてんだよね。そうですね、やっぱり生活の中に取り込める運動っていうのが歩くなので、そうですね、ここまでは絶対歩くっていうのを決めて、それを、日々こなしてます。素晴らしい、素晴らしい。そう、でもやっぱり歩くが一番ね、簡単な一番手軽な運動だなと思うので、まあ、あとはストレッチかな。そうですね、あとなんか筋肉を柔らかくするみたいなさ、ゴロゴロ、そうそうそう、ゴロゴロ乗っかるみたいな、めっちゃ痛くない？やってないです怖くて。なんか私本当太もも前筋肉成人だからさなんだそれって感じで、全部のそう運動で全部ね前ももが頑張っちゃうんですよ。からそこをほぐすのが超大事って言われてて、ほぐしてますけどめっちゃ痛いです。そうなんですね。でもやっぱりね、やるのとやらないのとは大きく違うと思って頑張ってるので、みんな頑張ろうっていう、はい、まあちょっとずつね、なんかちょっとずつの積み重ねが大事だよね。そうですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございました、次回はですね、昼とか夜の、過ごし方についてもお伺いしようと思ってますはい、昼とか夜とかの話もみんなが聞きたいかどうか分かんないですけど、はい、みんなが見てくれたらやろうかと思いますので、はい、ぜひよかったら見てください。はい、ということで今日もありがとうございました。今日はですね、朝のルーティンについてお話しさせていただきました。はい、
ということで、こちらのね、べっぴんきんチャンネルはですね、毎週水曜日朝6時20分からライブをしておりますので、よかったら朝ライブですね、一緒にやっていただけたら嬉しいです。あのね、何のライブやるよとか何作るよっていうのはですね、はい、LINE 公式で毎週日曜日にですね、お届けしてますので、LINE 公式お友達になって、ぜひ情報をゲットしていただければと思います。はい、ということで今日もありがとうございました。皆様素敵な一日をお過ごしください。そしてまたお次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。はい、ひろみさん質問が来てます。はい、ヨーグルトメーカーの件で質問です。はい、どの麹もヨーグルトメーカーで調味料を作って大丈夫ですか？例えば麦麹や玄米麹なども作っていいんでしょうか？もちろんもちろん、全然大丈夫です。どの麹でも大丈夫なので、はい、同じように使っていただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。